皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回からですね、ボス製のソルダーレスケーブル、皆様方作ったこと終わりでしょうか。エペボーさん今回ですね、24個入りなので12本、製作できるね、大型のパッケージ購入いたしましてですね、だいたいこれがあれば作れるんですけども、ケーブルを切るね、カッター、もしくはハサミ、ニッパー、用意しましたけれどもね、ボスの動画の方ではねハサミで切ってましたけれどもね、まあ、経験上カッターがいいんじゃないかなということでちょっと3つでね、試してみたいと思います。それからね、長さを揃えるために定規もね用意いたしました。でパッケージ外していきますけれどもね、面白いパッケージでね、頑丈なんですけれども、ケーブルだけはね外にむき出しになっていてですね、結束バンドで祝えられているのでね、3箇所、これ外していきます。それからね、ボスのロゴ入りのねマジックテープあるので、これちょっと嬉しいですね、これ保管しておきましょう。それから24個入りなので、12本、制作できるということでですね、これ L タイプとかですね、特段なくてですね、この1種類でですね曲げたりですねストレートにできたりしますので、ちょっと面白いですね。それからドライバーもですね、プラスマイナス両方差し込むだけで、使えますのでね、芋ネジ用はマイナスになっております。次回からね作っていきたいと思いますので、ボス製のソルダーレスケーブル楽しみにお待ちいただきたいと思います。ありがとうございました。